2002年 IBC ワールドツアー最終戦東京ナインボールの試合をお送りします。これよりセミファイナルに入ります。セミファイナルの選手はフランシスコ・ブスタマンテ選手対エフレン・レイズ選手です。解説は IBC 日本理事でいらっしゃいます永田修司プロにお願いします。永田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。これ永田さんまた非常に面白い対戦になりましたね。そうですね、今年はもうブスタマンテがすごく、調子がいいのでこれは絶対いいゲームになると思いますね。エフレンはもうここまで本当に危なげなく勝ってきてますから、はい、ここのとこもブスタマンテ選手の方はものすごく成績を収めてこの間の WPA の世界選手権でも、ストリックランドに敗れてしまいましたが2位という部分で、はいはい、かなり勢いはあるっていうふうに聞いてるんですけども。そうですね、IBC のミュンヘンオープンも第2戦のミュンヘンオープンも全く危なげなく、優勝しましたから、はい、まあ、その試合もすごかったですけれども、はい、まあこれは期待できると思います。そうですね、はい、一方エブレン・レイズ選手の方は、昨年度の覇者ということで、はい、今回ディフェンディングがかかってるんですけどもその辺のプレッシャーなんかも多少はありますかね。まあ、ここまで試合運びを見ている限りでは、まあ、全く危なげない。ただ、6ラック先取りの2セット先取りですから、はい、まあ、長いようで短いようで、まあ、短いようで長いようでっていうようなゲームなので、はい、そのゲームさえ把握できれば把握できれば、まあ、お互い問題ないと思いますけどね。まあ、コンディションはお互いいいですね。はい、まあ、今あのルールの方ご説明ありましたけど、6ラック先取りの、2セット選手という部分で、はい、これはやっぱり駆け引きとしてはどの辺がポイントになりますかね。そうですね、交互ブレイクですのでやはり自分のブレイクを必ず抑えていくということと、はい、テニスと全く同じように、6対4以下で勝たないと、はい、2セット以上開けないと、はい、2ラック以上開けないと、勝てないという。なるほど、ちょっと難しいんですけどね、はい、まあ、これこの試合どん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 進んでいけば分かると思いますけれども、はい、まあ、6対4で以上以下で勝つか、はい、5対5になった場合は、はい、7対5、はい、まあ、テニスご存知の方はよく分かると思うんですけれども、はい、で6対6になった場合は、この IBC 独特の、オリジナルのゲームなんですけれどもタイブレイクというゲームを行って、はいはい、その、セットの勝敗を決めるという。なるほど、はい、ちょっとあの難しいのでなんか説明がちょっとうまくできないんですけれども、はい、まあ、ご覧になっていただければわかると思います。そうですね、はい、はい、初回、ブスタマンテ選手からのブレイクですけどもこれ今もう順調に取り切っているという形ですか。そうですね、もう問題ないと思います。はい、これ両者フィリピンの選手ですけどももうお互い手の内を尽くしてる、知り尽くしてるという中ですかね。そうですね、もうお互い知り尽くしてますし、エフレンの方はもちろんフィリピンの英雄なんですけれどもやはり今年、はい、ブスタマンテの方が、はい、やはり、頭角を、まあ、ずっと表してきて国民的といいますかフィリピンの中でもやはりもうナンバーワンツーナンバーツーといいますかエフレンと並ぶぐらいの人気になってきてますよね今年。で、まあ、今年は本当にあの試合の前ですか、はい、試合の前をとにかくお酒が大好きみたいなので、はい、どうしてもこうあの性格が明るいもんですから、はい、ついついこう飲んでしまうのをもうとにかく試合の前はもう一滴も飲まないっていうのを決めてからやはり調子がいいみたいですね。なるほど、じゃあその辺に対してのもう準備もワンタンなわけですね。そうですね、はい、ファーストラック目ですけどもこのままスタマンテ選手が取りそうです。はい、1セット目1ラック目は、ブスタマンテ選手の方が取りました。これはもう無難な立ち上がりですか。そうですね、まあ、本当に今回も調子、まあ、今年本当に調子いいんですけど、はい、隣でやってるスーケットと、はい、ブスタマンテが本当に調子いいんですけれども、はい、まあ、この試合もまあ大方、まあ、日本はやっぱりもうエフレンのファンが多いですから、はい、やっぱりエフレンをみんな応援するんですけれども、はい、まあ、僕はまあ去年優勝してるっていうのもありますし、エフレンの方が、はい、まあ、今年はやっぱブスタマンテかスーケットか向こうでやってるスーケットか、はい、イモネに優勝してほしいなとは思ってますけどね。なるほど、でもまあこの部も、ブスタマンテの方が、はい、この試合に限ってはいいんじゃないかなとは思ってますけどもね。なるほど、まあ、でも相手はまあ世界ナンバーワンのエフレンですから、はい、あと今回これレフリーがストップウォッチを持って立ってますけどもこれはタイム制の方はやられてるんですか。はい、そうですね、35秒以内に、はい、
プレーをしないとファールになってしまいますね、はい、なるほど。で、各ラック、1番から9ボールを落とすまでをラックという1ラックというんですが、はい、各ラックに一度だけエクステンション、はい、1分間のエクステンション延長が取れます、はい、それ以外は、全て35秒以内に、はい、去年は45秒だったんですけれども、はい、35秒以内にプレーしないとファールになります、はい、これは選手サイドからしてみるとやはり時間のプレッシャーみたいなものっていうのは出てくるんですかね。そうですね、やっぱりこの10秒っていうのは45秒っていうのは慣れてるんですけれども、はい、やはり35秒っていうのはやはりラスト10秒になると、はい、10セカンズというふうにコールされるので、そのコールがやっぱりやたら、はい、やっぱ多くなりますね、まあ、35秒っていうのはそんなにも短いわけではないんですけれども、はい、でもまあ世界の活躍してるプレイヤーたちはもうほとんどそういうことが多いので、はい、まあ、ここら辺この2人に限ってはもう本当にほとんど10セカンズも言われないぐらい、はい、うん、慣れてると思います。なるほど。なるだけ早く、どのショットがいいのかというのを見極めて打つということですね。そうですね、はい、ここブスタマンテ選手のブレイクから始まりましたが、シュートアウト、ね、そうですね、はい、1番が見えてなかったので、はい、シュートアウトをして、はい、これは見事にまたセーフティーを上手に返しましたけど、まあ、これはある程度、ブスタマテにしてるのは読んでいて、はい、今さっきのカラクションよりも、こうなる方を選択したという、はい、でまあ、ミスしてくれればエフレの方がミスしてくれればラッキーだなという感じで、まあ、これはある程度予想してた形だと思います、はい、なるほど。ブサマッチ選手の方はこれ一言で言いますとどういう、日本のファンの皆様はやはりこうブレイクが強いというイメージがありますけども。そうですね、やっぱりこの試合見てましてもやっぱ一番の転び方がやっぱり天井が高いので、はい、音としてはそんなに響かないんですけれども、まあ、この後ブスタマンテの、ブレイクを見てもらえば分かりますけれども、はい、一番のやっぱ動き方がそうですよね、やっぱりめったに見ないような動き方をするので、やはりまあ相当ブレイクが強いということと、まああれですね、やっぱりまあもちろん上手いのは上手いですし、はい、もうフィリピンではもうとにかくもうずっとエフレンの次だろうエフレンの次だろうって言われてるんですが、まあ、今年、はい、まあもう開花したという感じですかね。まあ開花したといいますか今年ずっと勝ちまくってますから、並んだと言ってもいいんじゃないですかね、はい、エフレンに。はい、まあ、とにかくもう常にどこついてるか後ろから見てるともうどこついてるか分かんないような、はい、とこを狙ってるんで振ってるんですけれども、はい、やはりなんていうかタッチの長さストロークの長さ、はい、でまあもちろん判断力、はい、で勝負どころでのとにかく、スーパーショット、はい、どれをとってもやっぱり、まあ、超一流ですね世界で。なるほど。今やはり今回の選手のメンツを見てみてもこうフィリピンの方が非常に多いというやっぱ国のレベル的なものもやっぱりフィリピンというのは世界的に見ても上の方ですか。まあそうですね、もう世界で今までアメリカがナンバーワンって言われたんですけれども、はい、今もうちょっとアメリカがトーナメントも少なくなってきてますし、はい、今はまあ僕が見るところでやっぱり世界ではフィリピンが、はい、ナンバーワンでしょうね。もう仮にまあ3人ずつ5人ずつで国別対抗戦をした場合は、はい、まあ、フィリピンには勝てないでしょうね。なるほど。まあ、残念ながら今回も日本の選手が、ベスト8の中には残ってないんですけども、はい、やはり日本のレベルというものはどうなんですかね。まあ、日本人はもうとにかくいつも言ってるんですけどビリヤードは向いてると思いますから、はい、やはり何て言うんですか高いレベルの中でやはり揉まれると言いますか、はい、やはりこういう中でどん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 戦っていってで世界に出ていくことによって、日本人がどん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 活躍していくと思いますけどもね。なるほど。日本人も間違いなく、ビリヤードには向いてると思いますけどね。そうですか。2ラック目ですけども、ブサマンテ選手が取りまして、ファーストセット1セット目は、2対0になりました。これは6ラック先取りですのでエフレン選手からしてみたらこれ以上は離されたくないところですよね。そうですね、まあ、最初のラックが自分のブレイクを落としてますので、はい、まあ、3つ離れるとこの、ブレイクを落とすとやはり、はい、ちょっとそうですね、はい、苦しくなりますね。苦しくなりますよね、はい。エフレン選手のブレイクです。
はい、ポケットしましたのでこのままエフレン選手の番になります。これ普段やっぱり2人はもう同じ国だということなんですけども、はい、練習の方はしたりとかするんですか？まあ、一緒に練習をするってことはないですけれども、やはり、はい、エキシビションマッチとか、はい、インビテーションで、試合をするとかっていうのは多いと思いますね、はい、もちろんフィリピンでも、はい、なるほど。日本でもしょっちゅう2人でやってますけどね、はい、インビテーション、エキシビションといいますか、はい。2番ボールをポケットしました。まあ、今のも難しいショットなんですけれどもね、見事に、はい、真ん中のちょっと上ぐらいで半押しぐらいで、はい、すごく非常に同点が難しいショットなんですけれども、うん、やはり、まあ、問題なく、はい。3番ボールです。これも見ました。今回これ、特設なんですけども、ビリヤードのテーブル、ラシャ含めてやっぱりその辺の攻略方法っていうのも多少は選手は気にされるところはありますか？そうですね、もうまあコンディション的にも最高ですし、まあ、会場はすごく綺麗な会場で、はい、品川のすごくいい会場なんですけれども、はい、まあもう選手はもうみんな特設会場も慣れてますし、はい、そうですよね、はい、で新しいラシャっていうことに関してももう慣れてるでしょうからね、はい。てかまあこれはもうとにかく世界のトップクラスなわけですから、はい、まあ、どういうコンディションであれ、はい、まあ、すぐに合わせてきますよね。所詮やっぱりその大のコンディションとかではなく、やはり自分の、はい、集中力とか自分の調子の方がやはりウエイトを占めるのが多いでしょうね。なるほど。まあ、得意不得意っていうのはあるんでしょうけども、はい、まあ、ごくごく、一番つきやすい状態になってると思います。はい、ここは、8番を入れて残り9番です。はい、これでゲームカウントが2対1になりました。これはもうエフレン選手からしてみたら、そうですね、このラックを取られたく、はい、取られるとっていうところだったんですけれども、まあさすがですね、さすがにやっぱ2番嫌なシュートはそんなに難しくはなかったんですけれども、はい、入れるってことに関しては難しくなかったんですけど、3番のポジションが、難しかったんですけれども、難なく、はい、そうですね、まあ、もう100点満点のショットでしたね、はい、2番が、はい、まあ、あとは、イージーに簡単でしたので、はい、当然のように取り切りましたけども、さすがですね、はい。これから永田プロ絶賛のブスタマンテ選手のブレイクです。昔はもっと強かったんですけどね。ああ、うわ、会場にいるとやっぱ音もやっぱりすごいですからね。そうですね、天井が高いですからね。今のはちょっとミスっぽかったんですけれども、はい、まあ、とにかくこの試合を通じて、まあ、一番の、はい、一番が、普通はサイドに入らなかった場合はその対角線のコーナーに、はい、あたりでいるんですけれども、はい、それからまたターンに入ってまたサイドぐらいまで上がってきますから、うん、そうですね。まあ、最近世界の試合でもこうソフトブレイクのが非常に、まあ、クリーデール選手なんかを中心にこうやる方がすごく増えてるんですけども、はい、ブタマテ選手はもうスタイルは崩さずこのブレイクですよね。まあ、もちろん人気応変には行くんでしょうけれども、はい、まあ、この今このテーブルはやはり強く行った方が得だと思ってるんでしょうね。はい、まあ、さっきエフレンも1番しか入らなかったですからね、これも、まあ、ちょっとヒットではなかったんですけれども1番しか入ってませんからね。はい、シュートアウトから始まりまして、いや、セーフティーが決まって、あ、セーフティーですね、うん、はい、ちょっと球を立てて難しいショットだったんですけれども、はい、見事にセーフティーが決まって、そうですね、で、フレームはもう2番の、こっちから見ますと向こう側半分を当てにで6番と、8番と7番ですか、はい、8番と7番に2番を隠しに行ったんですけれども、はい、まあ少しの縦から空振りをしてみましたね。まあ、あの辺も本当紙一重で当たればまたセーフティーで返すというような形でしょうね。まあ、もちろん、反対側に当たっても力加減が間違ってなければ手玉がもう隠れるっていうのもあるんですけれども、はい、まあ、クッションはやっぱりクッションで隠すというのはセーフティーをするというのはまあ力加減と、はい、あとまあ知識と、はい、
これやっぱり打者が新しいということである程度こう気をつける部分というのはそうですね、やはり、ひねりが噛まないので、はい、例えば今のもワンクッション目ツークッション目で普通だともう少しひねりが噛むんですけれども、もちろんエフレンはそれを読んでますけれども、はい、まあ普段皆さんが、アマチュアの選手が、はい、お店でついているよりも打者が新しい場合は、はい、ひねりが噛まないですからね。だからツークッション目でもう少しこの画面でいうと下に、はい、下に来るつもりがひねりが噛まないから、まあ、スリップするような感じで、はい、タンクッションから、立ってきてしまうという。なるほど。これはどうですかね。少し見えるんですかね。ギリギリってどうですか。まあ、今のも、まあ、簡単についてますけど、はい、要は 7番と9番の間 に間にポジションしようとしてるわけですから、はい、まあほんのそうですね10センチ、5センチ強かった、はい、5センチ強いってことはもう本当にもう一転がいて先玉がそうです、先玉がもう何ミリ薄く1ミリもないぐらい薄く入ればもうそれ以上転がるわけですからね、はい、はい、9番かすってしまいましてこれはファールですね。これはエフレン選手からしてみたら願ってもないチャンスになりましたね。そうですね、これで、まあ、自分の1回目のブレイクを取られたのが、はい、帳消しになりますから、今年は IBC の試合で非常に、起用しているルールとして交互ブレイクがありますけども、はい、これは選手の方々から見てもやっぱりいい、まあ、あの得意不得意があるんでしょうけれども、やっぱり、はい、まあ、6ラック先取りということになると普通ウィナーズブレイクだと、はい、勝者側がブレイクするともうそのまま1回もつかないでっていうことがありえるんですけれども、はい、まあ、交互にブレイクしていくということで、はい、まあ、あれですよね、あの必ずチャンスはありますからね。そうですね、ウィナーズブレイクよりもやっぱり感覚的にはやっぱり長く捉えられますよ ね、 ね、はい、とにかく、まあ、ウィナーズブレイクですと少々のミスは取り返せるんですけれども、はい、やはりこのオートネーティングブレイク交互ブレイクになってくるとやはりミスがそうですよね、取り返しがつかないですね、ですもんね、はい、まさにもうテニスのサーブ権のいうような感じですもんね。そうですね、はい、これでファーストセット目が、2対2になりました。これで追いついたところでなおかつ、ブレイクがエフレン選手そのままになりますね。エフレン選手のブレイクの特徴としてはどうなんですかね。まあ、そうですね、エフレンはやっぱ比較的何も両方からなければ、左か右のとにかくこのレールからブレイクしますね、はい、どちらかというと手玉のコントロールという、ね、そうですね、1番と、このラックで言うと6番を狙いに行くようなブレイクですね、はい、ワンボールサイドに綺麗に入りまして2番からですね。アマチュアのプレイヤーの方々がこういう映像を見ながら参考にする点というのはブレイクに関して言えばどういうところですかね。そうですね、ブレイクはやはり、まあ、まあイメージするならまあゴルフのドライバーのような感じで結局力めば力むほど、はい、球のスピードは遅くなりますので、はい、だからやっぱりいかにその力まないで瞬発的なその捉える時だけに力を入れられるかという、はい、とにかく力まないということなんですけどもね、はあ、だからエフレンのブレイクなんかは本当にまあ力を入れないでバネだけで、はい、まあ、ブストマンデのブレイクはまたちょっと特殊なんですけれども、腕力も加味してきてるんですけれども、はい、エフレンなんかその腕力があるわけでもないですし、うん、本当にバネだけで今のブレイクをしてるという、うん、あセーフティーからブストマンデ選手からクッションから入れました。さすがですね、まあ、簡単なように見えてますけれども、はい、まあ、難しいんですよね、やっぱ打者が新しいということもありますし、まあ、先ほど言われたクッションが噛まれるやつですね、はい、でましてやっぱり今みたいに鋭角に入れる、ワンクッションツークッションというのはもうほんのちょっとのミスが許されないですから、鋭角に入れれば入れるほど直角に入れれば入れるほどわずかな、はい、誤差でまあ、狂ってきますからね。狂ってきますからね。まあ、鈍角になればなるほど修正してくれるんですけれども、まあ、だから今のなんかもすっごく難しいショットを簡単に入れてますからね。はい、これ3番ですけども6番が少し被ってるように見えますが、これはもう6番が通ってないので、はい、まあ、セーフティーしに行くんですけども、どうセーフティーするかを考えてますね。はい、
これは予定通りで、もう完璧です、ね、完璧ですね。まあ糸も簡単に9のあそこにこう持っていくコントロールっていうのはもう素晴らしいですね、はい。まあ、今はやっぱり穴とああいうふうに直線になってるあの球っていうのは、はい、やっぱりキスをしやすいんですよね、はい。だから今のはもちろんこうイメージできるんですけれども、もちろん7番があったということと、はい、その手玉と、3番のそのキスを交わすのが難しかったと、はい、うん。さあここはエフレン選手とすればそうですね、これはもう3クッション、タンクッション、はい、超クッション、超クッションでいくか、超クッションだから2クッションでいきますよね。2クッション目でもう当たらないというのを確信したみたいな感じでしたね、はい。これで、ブスタマツ選手からのフリーボールですね。そうですね、もっと立つと思ってたのが、ワンクッション目でドンカクに入ったのでやっぱりちょっと、はい、あのスリップしましたね。なるほど、まあ、それだけブスタマツ選手のセーフティーが完璧だったというところですかね。まあそうです、もう今のはもう、まあ、あの形からでは本当に100点でしょうから、はい、なるほど。見事なセーフティーからフリーボールを得まして取り切っていってます、まあ、これはもう問題ないでしょうから、まあ、これでまあ流れをつかめたのと、はい、まあもうこれで完全に乗れたんじゃないでしょうかね、今のセーフティーが決まって、はい、なるほど。やっぱセーフティー、セーフティーをして、はい、まあ、ファールしてもらえるってましてね、エフレン相手ですから、はい、ファールをしてもらえてフリーボールでやっぱ攻撃できるっていうのはやはりリズムに乗りやすいですよね、はい。まあ、普通やっぱりセーフティーっていうのは簡単に言うんですけれども、はい、あのクッションで当てられてどうなるか分かりませんからね。そうですよね、はい。見事なゲームの運びでこれで3対2のスコアになりました。そうですね、これで、まあ、まあエフレンのブレイクだったわけですから、はい、まあこれで自分のブレイクで、ブレイクランアウトができれば、はい、まあ、ほぼいけると思うんじゃないですかね、はい。ただこれだけ強いブレイクを打つってことは、まあ、ほとんど見たことないんですけれども、まあ、ブレイクスクラッチっていうのも常に、はい、背中合わせにあるわけですから、はい。これ選手はまあ厚みによっても選手様々だと思うんですけども、これはやっぱり一番に厚く当てるという。そうですね、はい、厚く当てて一番をサイド、サイド、はい、はい、まあ、ブスタマテの場合はもちろんこっち側の、ブレイクする方のコーナーもという感じですね、はい。これも非常に強いブレイクです。今のもちょっとタイミング合ってないですからね、まだ あれだけ強く当たってますけども、はい、まあ、手玉が少しこう、暴れると言いますか、はい、動いてしまってますもんね。ブレイクノーインからでこれでエフレン選手です。ここはエフレン選手とすれば取ればまた、流れを引き戻せるというところですかね。まあそうですね、引き戻すというかやはり、まあ、ブレイクが入らないわけですから、はい。ワンボールです。バンクショットでポケットしましたが、これはちょっと力加減的なものですか。そうですね、やっぱりちょっとアンドセーフというのも入ってたと思いますね、はい、はい。少しやっててセーフティーですね。そうですね、はい、だからまあ一番の先のバンクはやはりまあポジションということよりもまあ入れることがまあ最優先といいますか、はい、入れにウエイトを置いた結果、まあ、2番に入るさえすればまあ攻められますし、はい、こうやってセーフティーもできますし、はい。カラクションからの狙いです。うん、タッチに成功しましたが2番ボールは見えてますね、まあ、今のもほとんどあのイメージ通りで、はい、2番のとにかく、画面でいう右側に当てようと思って、まあ、こうまあ自分の中ではまあ上出来じゃないですかね。なるほど、バンクショットできました。
今のはもう入れに行きましたかね。そうですね、確率、そうですね、カットとバンクで、はい、シュート力を、シュート力、自分のとにかく入れるのを出して、はい、でもしと、あのシュートミスした時の、確率と、はい、ポジションの確率と瞬時に出して、まあ、今バンクが一番とにかく一番確率が高いと踏んで、はい、まあ言ってるんでしょうね。うん、これもカラクションからいきまして、うん、これは見えますかね。見えてそうですけど ね、またいけない、またセーフティーでしょうね、はい、まあ今のもまあ難しい球なんですけどね、はい、セーフティー合戦といいますか、セーフティーの攻防につないでおります。この辺はやっぱりシュート、自分のシュート率にかけるのと、隠れる確率という部分での、あのどちらがいいかという選択になるんですか。まあ、そうですね、難しい球で、はい、ブレン選手ショットしまして、あ、うん、はい、今のも2番通ってたのかもしれませんね、はい、でもとにかく手玉をとにかくあそこの3番のとにかく裏だと、はい、うん、入ってもよし、隠れ、あの外しても入らない場合は、はい、セーフティーになるところですね、はい、うん、あ、タッチはしましたがスクラッチしてしまいました。ここはエブレン選手はチャンスですね。そうですね、もう今はやっぱり2回とも、まあ、お互い完璧だったんですけどね、今のはもうとにかくしょうがないですからね、はい、3番です。ちょっと3番、2番から3番が、はい、強すぎて3番がまっすぐになりすぎてしまいましたから、はい、このエフレン選手のプレーの特徴といえばやっぱりひねりをすごく使うというイメージが日本のファンはあるんですけども、どうなんですか、それはやっぱり球に応じて、まあ、ね、それはもう本当に、必要に応じてですね、はい、だからそこら辺の知識といいますか、はい、知識をやっぱりよく、あの全てのことをやっぱり知ってますからね、はい、だからこれの球はひねった方が確率が高い球もいっぱいあるわけで、ひねったら確率が落ちるっていうわけではないんですよね。うん、フリーボールから、8番まで来ました。もうフリーボールからの形といえば両選手とももう、90% 以上の確率でほとんど取り切るっていうふうに思ってた方がよろしいですか。もうそうですね、 90% 以上でしょうね、1番でもあろうが、はい、何番であろうが、フリーボールを出した時点で、はい、そのラックは 95% 以上の確率で取れないという感じですね。そうですね、これでスコアの方が3対3になりました。やはり一度ミスをすればもう回ってこないという状況ですね。そうですね、まあ、ミスをすればというよりも、まあ、もちろんフリーボールファルということはもう大きなミスですから、はい、まあ、フリーボールを与えるということですね、まあ、シュートミスは、はい、まあ、その後はどうなるかわからないので、まあ、流れとかいろいろあるんですけどね、はい、エフレン選手のブレイクです。このブレイクはどうですか。まあ、もう自分の中ではもうナイスブレイクって、そうですね、思ってるんじゃないですかね、はい、でもいいブレイクをしたからといって、まあ、あって6番と7番がひっついてるとか、はい、うん、だまあ難しい、ナインボールの難しいところですよね、はい、ポケット C、うん、これは2番がもう、4番が、結局、はい、向こうのコーナーしか行けませんからね、4番が一番タンク障害にあるんですけれども、はい、切り返していって、行きたいんですけれども、まあ、引ききれないですし、はい、ここはどういきますか。うん、まあ今のは本当に、はい、
スーパーショットで、はい、本当はあの4番と9番の間に入れに行ってるんでしょうけど、はい、あ、うん、これは見事にセーフティーですね。そうですね、6番7番も、トラブルも解消して、はい、見事にセーフティーですよね。とにかくまあその瞬時のその判断力、はい、判断した時のもう迷わずそれに取り組むっていうのは、まあ日本人は結構そういうところで思考するタイプの選手が多いので、はい、まあ、こういうところはもう本当にまあ勉強しなきゃいけないところですよね。先ほどからこう35秒ルールなんですけども、エクステンションがないですもんね。そうですね、まあとにかく早くつけばいいってもんじゃないんですけれども、はい、とにかくやはり、うん、あの判断力と、判断力とやっぱりまあここら辺がまあ一流ですよね。やっぱ思考するということは、はい、ビリヤードはやっぱりどうしてももう本当に右脳で考えた方がいいですから、はい、イメージで、イメージでとにかく捉えるということですよね、はい、イメージだけでもダメですし、はい、でもやはりだからここら辺のとにかく世界のトップというのはいかに考えていかにイメージの中で手玉を動かしているかということですよね。なるほど、まあ、その辺も日頃の練習経験からくるものがやっぱり大きいですかね。そうですね、記憶力、練習の量、はいはい、そういうところですね、うん。永田プロなんかもやはりセーフティーの練習なんていうのもされるんですか？そうですね、やっぱセーフティーを練習してそのやっぱり形でもうとにかく覚えてしまうということですよね。そこでやっぱりどん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 思考をしていくといいますか、やっぱ考え込んでいくとどうしようどうしようという、この上手くなればなるほど結局パターンが多いわけですよね、はい、結局その球によって結局5つぐらい考えられる、はい、昔は1つか2つしかなかったのが5つぐらい考えるようになってくると、やっぱり人間っていうのはどうしても迷ってしまうんですよね、選択に。はい、はい、ペブレン選手のセーフティーが見事に決まりました。これで4対3になりました。だからそこで迷うとやはりビリヤードはもう迷うってことはもう本当に大敵と言いますか、はい、まあ、迷い出してくるともうどん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 手玉の力加減シュートミスが多くなってくる。もちろんビリヤードはもうミスとの戦いなんですけれども、はい、常に完璧に手玉を出すということは、まあ、本当に難しくて、はい、自分の思っているところの妥協と、でもまあもちろん完璧なことも求めなきゃいけない時もありますし、妥協しなきゃいけない時もありますし、はい、それの結局繰り返しですからね。でましてやはりこのナインボールというのは1番から8番までは入れても、はい、相手の点数にもならない、ね、自分の点数にもならないですから、9番が全てですから、そうですね。ブスタマンテ選手のブレイクです、うん。このブレイクもノーインですね。そうですね、ブレイクは先ほどこれ永田プロ言われてるように少しタイミングが合ってないですね。今のも、得意の左から行かないで、エフレンが右から入ってるので右から行ったんですけれども、はい、うん、ちょっとタイミングが合ってないですね。なるほど、でここら辺がどう、まあ、あんだけねブレイクを最初に褒めたわけですから、はい、まあ、どこでどう合ってくるかでしょうね。うん、まあ、このまま合わないとやはりノーインが続きますと、やはりそうですね、主導権が相手からですからね、エブレンが入ってるわけですからね、はい、あ、ライズ選手の方はカラクションできましたがスクラッチしてしまいました。そうですね、今も、見えていろんなパターンがあったんですけれども、はい、まあ、3番があったので、はい、まあ、かなりポケットが大きかったんです。大きかったので、はい、ワンクションで勝負に行ったんですけれども。なるほど。この辺はあれですか、やはりゲームのカウント数に応じてもやっぱり攻めるとこ、守るとこっていうのは出てくるんですかね。でももう6ラック、さっき6ラックですからね、はい、やはりそのゲーム勝ってるから負けてるからっていうのはあんまりないと思いますね。なるほど。おっと、コンビできましたがちょっと厚みがあれでしたかね。そうですね、ちょっと厚みが厚く2番に対して厚かったですね、はい、だから7番に薄く当たって、穴のポケットの前に残そうと思ったんでしょうけども、はい、少しちょっと出過ぎましたね。だからここら辺はだからやっぱりエフレンリズムがあって、ブスタマンテがちょっとうまくいってないとかリズムを崩してる状態ですよね、はい、なるほど。でもこのゲームのいいところは6ラックで終わったら普通やっぱり10レース2サーティーンとか13ラック先取りですともう取り返しがつかなくなるんですけども、はい、一回切れますから。そうですよね、まあそこら辺もやっぱ楽ったら楽ですよね、はい。ここはセーフティーに行きました。
クラクションからですか。惜しかったですね。今のも、もうツーウェイショットで、入ってもよし、入らなくてもよしという。はい、そうですね。入らなくても8番のところでちょうど今もこれ隠れてる状態になってますからね。はい、でもし2番がサイドポケットに入っても、はい、3番に、まあ、ぴったり出てますよね。はい。てか、まあ、まあセーフティーミスなんですよね。はい。ブスターマウンテの。はい、タッチは来ましたが、ね、2番ボールはそのまま見える形です。まあ、今ブスターマウンテ選手の方首をひねってますけど、やっぱりちょっと何かが違うなという感じなんですかね。うん、リズムは違いますからね。はい、リズムはちょっと悪くなってきてますよね。はい、ブレン選手ポケットしました。大丈夫ですか。これ、まあ、これは大丈夫でしょうね。はい、まあ、7番がちょっとつきづらになってるのか、うん、そうですね、7番がちょっと邪魔してますけれども、はい、まあ、エフレンは今みたいにこう普通突きづらいになると嫌なカーブが出そうでショットが難しい球があるんですけれども、はい、まあピカイチですね。うん、本当にこのタッチを短くして、はい、ああいうショットをタッチを短くして、はい、本当に上手につきますね。コンパクトにこういくという形ですね。だからストロークですよね。はい、まあゴルフで言ったら、まあラフ風に深く入ったのを、はい、まあ、タイガー・ウッズが上手に出すというのと同じで、なるほど、本当にまあミスなんですけれども、そのミスをちゃんとリカバリー、何にもなかったようにリカバリーしますよね。はい、ここも結局9番まで難なく来ました。はい、これでゲームスコア5対3になりましたけども、これ永田さん、ブスターマウンテからしてみたら非常に、まあそうですね、でもそうですね、厳しいというか、まあ、このブレイクなんですけどね、はい、これがエフレンのブレイクで、入るか入らないか、はい、まあもうブレイクが入った時点で、まあ、9割方、はい、もうこのセット、ね、このラックじゃなくこのセットはエフレンのものでしょうね、はい、だからこのブレイクがブスターマウンテブレイク入ってませんからね。そうですね、うん、やはりこれはタイミング合ってないなっていうのはもういろいろ分かってるんですかね、ブスターマウンテ。まあ相手がエフレンだから力んでるのか、はい、まあもうそんなことはもちろん関係ないの、うん、関係なくただタイミング合ってないのか、はい、さっきまで合ってましたからね。ポケットしまして、今のなんかでもちょっともう少しあのクッション沿いを張っていくと嫌な球なんですけれども、はい、ちょっとまあ角に当たって、はい、まあ、ラッキーな部分ですね、まあ、ラッキーというか、まあこうなるということは、はい、まあ、流れはエフレンですね。なるほど、マッチポイントですんで、このラックを取るとエフレン選手が1セット選手になります。次は2番ですが、そうですね、今のも難しい、7番と9番の間で、ポジションしたわけですよね、はい、素晴らしいですよね。もうこういう形で俗に言うできた形という風になると、ブスターマウンテ選手からしてみたらもう少し多少諦めの部分もあるんですかね。そうですね、もうブスターマウンテはもう切り替えてるでしょうね。なるほど、もう次のそうですね、このシステムのいいところはもう別にこのセットを落としても、はい、まあ、次のセットを取れば、はい、むしろまあ第2セットを取った方がむしろ有利と言いますか。なるほど、まあ、見てるこのゲームを見てる限りでは、はい、第2セット取った方がや若干有利と言いますか。なるほど、あの勝ってる率が高いですからね。あ、これはやっぱりあれですか、追いつかれたものを、そうですね、追いついたものですね。そのまま勢いで第3セットがいけるという感じじゃないでしょうかね、はい、なるほど。
ここまで無難に取り切っていってます。ブスタマンではこのやっぱりセットはやっぱりあの2番フリーボールからのやはりこのコンビがコンビネーションが薄く入りすぎてセーフティーミスしたのがもう全てですね、はい、そうですね。一瞬流れをつかみかけたんですけどね。これでファーストセット目はエフレン・レイズ選手が取りました。これでセットスコアが、大きくセット数でいうと1対0になりました。そうですね。でルールとしては、はい、もう永遠に、試合が続く限り、交互ですから次は、はい、ブスターマウンテのブレイクになりますね。なるほど、まあ、この辺も切り替え材料とすればブスターマウンテ選手からしてみたら自分のブレイクからスタートですからね。はい、だから、まあ、何ですか難しいところでもあるんですけども、はい、じゃあエフレンがこのセットを落としてもいいからこのセットは思いっきりいこうとか、はい、そういうんでもないんですよ ね。だからまあ全く、うん、まあ、また五分からスタート、ね、新しい駆け引きがありますよね。はい、今回はまた一段とすごい音が聞こえました。まあそうですね、得意の左からもうとにかく、うん、玉砕すると、はい、もう入るとか入らないじゃなくてとにかくあの長方形というのは走れば走るほど必ず隅に行きますから、はい、もうとにかく走行距離を出すと、はい、すごいですね。デポケットもしっかりとしてます。このブレイクが本当にはまるともうブスターマンでは手をつけられない。ブスターマンでもやっぱりブレイクがやっぱりあれだけ自信ありますから、はい、ブレイクが入んないと乗ってこないんでしょうね自分が、はい、ブレイクがこういうふうに入り出すと自分がどん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 乗っていけるんでしょうね。はい、もちろんブレイクが武器ですからね一つ。そうですね、うん、やっぱりこううまくな技術が上がれば上がるほどやはり最初のブレイクの比重が高くなるといいますか、テニスなんかでもそうですけどもやっぱりブレイクが強い方っていうのはサーブが強い人っていうのはやっぱり上に来る確率っていうのが非常に多いですからね。そうですね、ラインボールではもうやっぱりブレイクがノーインというのはもう致命傷ですからね、はい、まあ、お互いがノーインであればまた技術の差が出てくるんですけれども、例えば片一方が入って片一方が入らなかったらもうその時点でほとんど、そうですよね、はい、この辺もしっかりと取り切っています。これを取ればやっぱり2セット目切り替えできるところですよね。もう、うん、そうですね。とにかくまあブスターマウンテなんかはもうブレークさえ入れば、はい、乗ってくれば勝てると思ってるでしょうからね。そうですね。この IBC の試合で6セットの、2つ取ったが勝ちというのはこれ来年も続けていくわけですか。そうですね、いろいろまあ思考を凝らしていくますけれども、あのまあこの試合になるかどうかわからないんですけれども、やっぱりタイブレーク6対6になった時に、はい、フットの下も、まあ、ワンポイントの上あたりワンポイントぐらいなんですけれども、はい、まあ、タイブレークというゲームがやっぱりすごく好評なので、まあそのタイブレークをするためにはまあこのゲームをやらないとタイブレークできないんですよね。うんうん、なるほど。まあ、先ほどなんかの試合でもそうですけども、お客さんの集まりもタイブレークになりますとこう周りを囲むように人がすごく集まりますもんね。そうですね、だから僕なんかも最初の頃はそれはないだろうと思ってましたけど、フルセットになってね、はい、それで決めんのはないんじゃないのと思ってましたけど、はい、まあ、すごく面白いですね。なるほど、あのオートマンが考えたんですけどね。なるほど、あのミュンヘンのオランダでやった時はイモネン選手と日本の菅谷プロが、そうですね、10球ずつ連続で入れてもうすごくまあ会場も全部盛り上がりましたからね。盛り上がりましたね。まあね、なってくれると説明しやすいんですけどね。そうですね、まあ、そのためには、これは6対6にならないとそのゲームは見れないんですけどもね、はい、まあ、そんなになるわけじゃないんですけどもね、交互ブレイクだからもう少しなっていいようなもんなんですけども、まあ大体やはり試合の1割ぐらいですね、はい、全試合の。なるほど、そのまあこれは PK 戦みたいなような感じのタイブレークというのは選手の方はもうそのポジショニング配置の方はもう事前に
当然知ってるわけですか。そうですね、もうもちろんブスタマンテが、ミュンヘンで優勝した時は、はい、準決勝がオートマントだったんですけれども、はい、タイブレークになってあのブスタマンテは全部入れてましたけどね。あ、だから初めての人は結構戸惑うんじゃないですかね。なるほど、どうしていいか分かんなくて、はい、でまあ、テニスのタイブレークと一緒なんですけれども、はい、まあ、2球、最初だけ1球ついて、あとは2球ずつついていくっていう感じなんですけれども、はい、ちょっとポジションミスしましたね。そうですね、まあこれ9番があるから、はい、ラッキーですね、はい、ちょっと首を横に振っていますが、これはどういきますかね。これは9番いけるんじゃないですかね。手玉で、いや先玉で6番で、6番でどうですね、はい、いけそうですね、中空いてれば、はい、コンビネーションショットで、これでセット数が 2-0 になりました。そうですね、まあ、だから例えば相手がミスしてあの形が残ってれば、はい、もうノータイムでいくんでしょうけども、自分が、はい、5番からポジションミスをしてますから、はい、まあ、慌ててつかないように、はい、まあ、ここら辺も、まあ、アマチュアの選手の方なんかは勉強するところですね、はい、まあ、そんな難しくないんですけどもね、うん、でもやっぱり自分が5番から6番にポジションミスしてますから、はい、まあ、リカバリーショットというか、ね、そうですね、だから、まあ、少し時間をかけて、はい、気持ちを切り替えてからつくという形ですね。まあ、何のスポーツもそうですけど、やっぱりリズムを保つというのは大事なところですかね。そうですね、だからとにかく、まあ、さっきも言いましたけれども、まあ、ミスとどういうふうに戦うかということですからね、はいはい、ミスするためにもうとにかく動揺してたんでは、うん、あのビリヤードはもうとにかく最後まで持たないですからね、はい、あの上手に、ミスとお付き合いすると言いますか、はい、ミスをしてもミスじゃないようにすればいいわけですから。なるほど、はい、今のもすんごい当たってますからね、あの1番が、はい、1番が今チョークッションに入って、タンクッションに入って、チョークッションに入って、はい、まあ、中央まで戻ってきてますね。中央まで戻ってきてますから、これ多分、はい、あの今 ね、ご覧になってる方、はい、もうこんな見ないと思います多分めったになるほど、1番があれだけ走るっていうのを、多分あんまり見ないと思います。なるほど、本当に天井がすごく高いので、はい、音はそんなに響いてないんですけれども、この1番のやっぱり走り方を見たら、はい、まあやっぱりすごいですね、うん、やはり、はい、これやはりやっぱり腕の速度、筋力、全てのこうタイミングですね、あるでしょうかね、はい、まあ、だからゴルフのドライバーで腕力のある人間がじゃあ一番飛ぶかっていうことではないですからね、うん、はい、結局やっぱり体のバネ、なるほど、タイミング、はい、でブスタマンテの場合はあんまりこう手玉がジャンプしないですからね、はい、やはりなんていうんだか、その重い球というやつですね、血のハウと血を張っていくようなブレークといいますか、はい、手玉が暴れないですからね、はい、エフレン選手行きましたが、ミスでブスタマンテに交代です。まあ、今のももう本当まさに入りそうでしたからね。そうですね、ガラクションから、まあ、この試合を左右するような、うん、また、競るのか、この1番を、はい、サクッと入れて、はい、で取り切ると、まあもうこのセットはブスタマンテが有利になりますよね。うん、少しポケットに弾かれたような形ですね。あ、これで1番ボールもポケットの前ですんで、うん、またこれでまたもつれていく可能性がありますよね。はい、エフレンはもちろんもうこのセットで決めたいでしょうからね。そうですね、これはもうほぼ問題ないですね。はい、レストを使用します。これレストの使い方なんかもプロの方々っていうのはやっぱり練習をするもんなんですか。もちろんそうですね。エフレなんかにしてみても本当にレスト使わせても本当何させてもうまいですからね。もちろん左でついてもうまいですし、はい、だからまあレストにしても左逆転にしても、はい、まあそれはだからリカバリーショットのうちの一つですから、はい、
まあ、できるだけ使わないようにしたいんですけれども、はい、結局それをどうリカバリーするか、そのショットをどうリカバリーするかっていうのは、結局レストが下手では、はい、レストになったら飛んじゃうわけですから、そうです、ね、シュートミスしてしまうわけですから、はい、今のも左手ですよ ね。これがもう全て技術の差になっていきますよね、はい、長くすればするほど、使う確率が高くなってくるわけですから、 それをどうリカバリーするか、うん、もちろん練習もしなきゃダメでしょうし、はい、もう持ってる武器は多いほどっていう部分ですよね。まあそうですね、はい、まあ、エフレンなんかもう左手も右もあんまり関係ないぐらい左手上手ですからね、はい、2セット目これでゲームカウントが2対1になりました。まあ、これここが3対0とになるのとはもう大きな違いが出ますもんね。そうですね、まあ、ブスタまでも分かってたんでしょうね、一番、はい、あれは入れとけばっていうところなんですけど、まあブスタまでにしてみればそうですね、うん、これ準決勝でフィリピン同士で今もう、向こうの試合やってますけど、イモネ選手対トゲット選手やってますね、はい、これ決勝はどちらが行ってもこれ楽しみですね。そうですね、まあだから、ヨーロッパ対フィリピンのアジアの、はい、そうなるだろうなと思って、こう6ラック先取りの2回ですから、はい、なかなか強い人間がと思うんですけども、結局一番端トーナメント表でいうと一番上と一番下と、はい、うんうん、だからちゃんと上がってきてますからね。なるほど、エフレン選手のブレイクからですが、ポケットしましたがワンボールがこれちょっと見えないですね。だ負けてる人間はね、来年から13にしようよとか、うん、もうそういうなんていうかくだらないことを言いがちなんですけれども、はい、まあ、ちゃんと勝つ人たちはみんな、そうですね、ちゃんとね、このどんなスタイルでも勝ってきますからね、はい、やっぱりこのビリヤードの世界だとなかなかこの新鋭で、まあ俗にこうノーマークじゃないですけども、あまりこう聞いたことない人がこういう大きな試合でポンと勝つっていうのはあまり見られないですよね、うん、まあ、決勝まで来るってことはごくごくたまにあるんですけれども、やっぱりないですね。優勝っていうのはほとんど、そうですね、うん、まあ、それだけそういう経験とか場数の部分が結構大きいという競技なんですかね。そうですね、メンタル的なことがやっぱ大きいですからね、はい、うん、なら6番にキスで、狙いに行ったんですけれども、はい、まあ、ラッキーで6番の方が1番が、ポケットに嫌われて、はい、6番の方が入りましたね、はい、ただここは難しいと思いますね。これはセーフティーでしょうね。ああ、もっとこっちから見てるよりもっと熱かったみたいですね、はい、あったんですね。見事にポケットしました。最高ですね、もうこれで、はい、これで、ちょっと8番が3番のコースを塞ぐような形になりました。そうですね、今のなんかでも結構微妙、本当に微妙なことなんですけどね、はい、これが邪魔しに行くのと邪魔しない、まあこれは問題ないでしょうけれども、コンビで、はい、でもまあやはり、ね、気分は違いますよね、はい、あと球一個手前で止まってくれてんだと、うん、うん、この辺がどう響いてくるか、だから微妙なことですよね、はい、だからやっぱりその自分にとってはナイスなのに、はい、やはり8番があそこに来るのと、流れ、まあ、流れもありますしね、もちろんテクニックで片付けてしまう、はい、テクニックだって言えばそこまでなんですけれども、まあ、微妙なことなんですよね。ちょっと厚く入る、ね、ちょっと強い弱い、はい、あの2番が、まあ、クッションについてちょっとしたんですけれども、2番が少し厚く入る、少し薄く入る、はい、ちょっと弱い、ちょっと強い、うん、でもう8番がああいうになってしまうんですよ ね。そこら辺の微妙な差なんですよね、はい、まあ、今のは簡単なコンビネーションでしたから、はい、まあまあ、イージーミスはイージーミスなんですけどね。ここはでもエプレン選手からしてみたらまさかというところで回ってきましたんで、そうですね、もうこれは2ラックブスタまでがミスしてますからね、本当は、はい、まあ、4-0 とは言いませんけど 3-1-4-0 になってなきゃいけないところなんですけれども、はい、
これちょっと薄くなりすぎましたから、はい、エフレンの方が。ん、うん、ああ、これは珍しいですね。ああ、今のは、サイドに入れたのはもう狙い通りで。そうですね、普通はもう少し厚くして、はい、ワンクッション、もう1回で止めたかったんですけれども、はい、薄くなりすぎたので、うん、回しに行ったんでしょうね。なるほど。ちょっとブスト、エフレン選手も失敗したなという表情ですね。まあ、今の手玉の動き見てれば、フォークッションで、はい、単調単調で出しに行ったんじゃなく、淡々でこう出しに行ったような感じがありますね。そのまま切り返したような感じですかね。はい、ただブスタマンテ選手からしてみたら非常に大きいな、ね、そうですね、今のはもうとにかく流れ的にもちょっと、まずいと思うところで。そうですね、まあでもまあ一緒ですからね、この辺は、はい、もうミスとは上手に付き合ってますから、はい、ミスしたからどうとかっていうわけではないですから ね、ただゲームの流れではブスタマンテが今のはすごく、まあ、ラッキーだと言いますか、そうですね、うん、このセットを取る確率がすごく高くなりましたよね。はい、ブレイクもタイミング合ってきましたからね。強烈なブレイクです。ポケットしていますので、これ1番ボールも見えてそうですね。そうですね、これは比較、はい、2番へのポジションですね。はい、うん、3番と6番の間に出してくるか、はい、そのまま縦に返してくるか、はい、うん、そのまま縦に返してきて2番をサイドに、サイドに、そうですね、もう少し近ければ、はい、あの上のチョークショーに当てに行って2番を右下のコーナーに取ってるんでしょうけれども。なるほど、まあ、見事にもう力加減もぴったりですから。そうですね、だから今の1番から2番に対してぴったりまあ出てるんですけれども、はい、やっぱりあそこら辺はもうすごく本当は難しい、力加減が難しいショットなんですけれども、はい、そこら辺はやっぱりこうビリヤードの、なんていうんですか、その初心者の方に難しさを伝えるのがまあ難しいですよね。うん、だからそこら辺はまあビリヤード界としてのビリヤード界としてのテーマでしょうね。うん、そうですね、まあ、今1番から2番というのはすごく、はい、もう本当に100点なんですけれども、まあ、難しいとは思いませんからね、はい、普通の人。そうですよね、まあ、先ほどの6番なんかもバックショットで、そうですね、フィリピン特有の、はい、やっぱりこうブスタマンテ選手っていうのは本当に頭が動かず、まあトッププレイヤーは皆さんそうだと思うんですけども、本当に頭の位置っていうのが打った後も本当に動かないですね。そうですね、もちろんもうヘッドアップっていうのはもう、はい、もう一番いけないことですからね、うん、ヘッドアップしてるように見えるんでしょうね、うん、こうアマチュアの選手なんか、はい、でも体はほとんどそのショットが終わるまではほとんど動かないですね、上にしてもブスタマンテ選手。はい、これでスコアが4対1になりました。これはもう3つ離されましたんで、エブレン選手からしてみたらちょっと厳しくなりましたね。そうですね、このセットはもうそうですね、ブスタマンテがかなり有利になりましたね、うん、まあっていうかブレイクがさっきと1セット目ともう全然、ね、全然違いますからね、まあ、それだけでここまでこう変わってきます。とにかくやっぱ体を動かさないっていうことはやっぱりそれもあの、はい、いろんな筋力とか、はい、集中力とかでやはり、うん、あの関係してくるんですよね。もう少しあやや、エースというところでしたけ どうでしたね。これだけの短いセットになると本当に一度のブレイクエースっていうのが非常に大きいですね。楽ですよね、
だから体を動かさないっていうことはやっぱり筋力ですから、男女の差がないって言うんですけれども、はい、やっぱり女性の選手なんかが、うん、まあそういうところでっていう、やはりだからやっぱりそういう体を動かさない筋力っていうんですか、はい、やっぱりそこら辺をやっぱりつけていかないと、はい、やっぱあの難しいですよね。なるほど。まあ、あのテーブルの上だけじゃなくてこう、まあ、ジムに行くかどうかはあれかもしれないですけども、こう筋力アップのトレーニングをしたりですとか、うん、まあ、そういうのも大事な要素になってくる、ね、結局ゴルフもそうなんですよね、はい、別にまあ筋肉は必要ないんですけれども、結局体を動かさない筋肉っていうのは最低限必要なわけで、はい、まあ、よく言われてるのはビリヤードやられてる方結構腰痛になる方があのヘルニアだったりとかっていうのがあるんですけども、やっぱその辺もまあその辺の筋力でしょうかね、はい、まあ、そうですね、筋肉も背筋腹筋、はい、まあ、もちろん どんないろんなスポーツしてれば、うん、もちろん腰っていうのは一番重要なところですからね、うん、一番重要なところで来るわけですから、やっぱりそこら辺の筋力を鍛えないと、はい、まあ、もちろんダメですよね。なるほど。まあ、ブレイクはやっぱり背筋っていうことはよく言われますけどね、だからブスタマンデなんか背筋はもうすごいんじゃないですかね、はい、もちろん200以上は必ずあるんじゃないですかね。ああ、やっぱりそのぐらいあるんですかね。はい、ここはエブレン選手が取りました。これで4対2になりました。ヨーロッパのオートマンもホフマンもそうですけども、もう本当に体つき見たらビリヤードのプロとは思えないぐらいの体つきしてますからね。まあそうですよね、まあイモネンにしてもそうですし、はい、ホフマンにしてもそうですし、みんなそうですよね。うん、ていうかまあスポーツですからね、やっぱり体を鍛えてないと、はい、なかなかそれはやっぱりスポーツ、体を鍛えてる人間、うん、思考ちゃんと考えてる人間には勝てないですよね、うん、そうですね、もちろん。この世界的なビリヤードポケットのプロの、レベルというのも、永田プロの方から見てもかなりやっぱり上がってきてるんですか。うん、そうですね、ここはやっぱりトップのやっぱり、まあ、7人ぐらいまでのレベルがちょっと上がってきてますよね。だからちょっとあの日本が置いていかれたというか、うん、日本、台湾というかアジアがね、はい、アジア、まあ、フィリピンは別なんですけれども、ちょっとやっぱり最近勝てないですよね、うん、だからそうですね、でも見ててもやはりやってることにしても、シュートミスにしてもやっぱり、はい、ほとんど、パーフェクトのゲームが多いですから、これはもうしょうがないよなっていうようなゲームばっかりですからね、ちょっとやはり、うん、ここら辺で巻き返したいところですね、うん、日本のプレイヤーももっともう少し考えないと、はい、今までみたいな感じではやはり置いていかれる可能性がありますよね。そうですね、ここブスタマンテ選手ブレイクですか。また一番真ん中のところまで戻ってきて強烈なブレイクですね。本当すごいですよこれは。こうなりますとアンボールが乗ってきますよね、うん、まあ、今のも球を立てて非常に綺麗なホームから、ショットですね。まあ、そうですね、まあ、全然今のも体が動いてないですからね、はい、そのまあ、世界的なプレイヤーたちがこうレベルが上がってきたというその要因としてはどういうことなんですかね。やはりプレイヤー の人口が増えたという部分なんですかね。まあ、でも元々トップだった連中のレベルがその下に取りこぼしをしなくなってきたって、まあ、このトーナメントを見てもそうなんですけれども、うん、まあ、ほとんど決勝戦で戦う相手がこう同じ顔ぶれになってきたというか、優勝する人間がやはり限られてきましたよね。はい、だからやはり今見ててもレベルが一つ違いますからね。だからミスをするミスというのは、まあ、はい、そのポジションミスは別としても、はい、結局その何ていうかそのラックを取る確率といいますか、はい、うん、まあ、中でもアジアの活躍というのが非常にここ近年目立ってきていますけども、まあ、そうですね、だから日本なんかももちろんずっと世界レベルだったんですけれども、はい、まあ、ここ何年かはちょっと勝てなくなりましたね、うん、これで2セット目は5対2、マッチポイントになりましたね。セットポイントね、あ、セットポイントですね、すみません失礼しました、2セット目のセットポイントですね。やはりこうブレイクが入り出すってタイミングが合ってくるとブスタマンテが少し有利になってきてますね、うん、
まあ、エフレンはね、あの第4ゲーム第4ラックのやはり、まあ、8番のスクラッチがやっぱりここまで、うん、ここまでまあ何もできてないわけですからね。そうですね。ああ、うん、こういうことになっていきますよね。ブレイクでスクラッチしてしまいました。3番が入ってますから、まあ、ほぼ2番にポジションさえすれば、はい、もうここだけですか、2番のところ。そうですね、はい、これが3番かな、はい、あ、ノーインだったんですね、はい、3番がして、で、ね、2番が最後ですね。2番だね。ブサマンテ選手というのは、しばらくヨーロッパの方にもうずっと住んでいたという話を聞いたんですけど。そうですね、ずっとそうですね、もう十何年前からドイツにいますね。あ、英語ももうすごく達者ですもんね。ですね、ドイツ語も達者ですね、はい、今のももうないですね。サイドにポジションしに行ったんですけれども、うんうん、はい、少し強かったので、コーナーに切り替えて、そうですね、6番に隠れるので、はい、コーナーに切り替えて、はい、3番にポジションしたと。うん、まあ、今のもリカバリーショットですからね、はい、でこれでまあ、よく言う、まあ、できたと。できたということですね。まあ、これでもうポジションミスするところはないですよね、はい、うん、まあ、ゲーム運びのうまさといいますか、すごいですね。この辺も難なく6番にポジショニングしてきました。でもエフレンが第4ラックにやってしまったので、はい、まあ、エフレンにしてみればもうじゃあ 第3セットで勝負じゃと、はい、もう切り替えてるところですね。もう切り替えてるところですね。なるほど。なかなかやっぱりタイブレイクにはならないですね。まあ、これで1対1ですからね、第3セットが楽しみですね、はいはいはい、これで、はい、ムサマンテ選手が2セット目取りました。これでゲームカウントが1対1になりました、これよりフルセットの、3セット目ですけども、長さん面白くなりましたね。そうですね、やっぱり、まあ、2セット目はブサマンテが走りましたね。やっぱりブレイク入るとやはり、はい、そうですね、まあ、エフレンが、まあ、ブレイクスクラッチもありましたしね、はい、まあ、だからもう完全にもうイーブンで、はい、このファイナルセットじゃないですかね、はい、迎えられるところですね、うん。ブスタマンテ選手からのブレイクですが、ポケットしまして、このままブスタマンテのプレーになります。これはもう心理状況としては本当にもうこれで勝負っていう感じですね。そうですね、だからエフレンがどうやって切り替えてるかっていうことでしょうね、はい。まあ、ずっと見てるとやっぱり、第2セットを取った方が、はい、まあ、第3セットを取る確率が多少高いんですけどね、うん、はい、まあ、でももうこの2人ですからね、はい、うん、取り出しの1番、やっぱり今ちょっと球立てて難しかったですね。今のもまあ難しいですからね、はい、でもまあこれ隠れてますから、はい、今のなんかミスしてるんですけれども、はい、まあ、結果隠れてますからね、はい、これを要はエフレンがどう返すか、うん、ですもんね、はい、これはチョークション側からですか、うんうん、微妙ですね、これ、まあ、はい、一番右目なんか見えてそうですけどね、はい、右のチョークッションから行くか下のタンクッションから行くか、はい、ですね。タンクッション側から行きました。うん、だから今のはもう自分の中で、クッションセーフティーのイメージが湧かなかったので、はい、もう要は強く行ってという感じですね、はい。
ここは決めていきたいところですが、まあ、簡単ではないですねこれ、はい、ナイスですね、はい、まあ、今のも簡単じゃないんですけどね、はい、まあ、これで4番に厚くさえ出せれば、はい、まあ、ほぼそうですね、まあ、今みたいにあれ少し球を立てたりですとか、突き面の場合っていうのは、まあ、一番アマチュアの方々っていうのは、外し頃といいますか難しいと思うんですけども、うん、この辺はなんかポイントみたいなものってのあるんですかね。やっぱりタッチの長さを長くすればするほどやっぱり球が立ってると、はい、どうしてもミスが生じやすいので、やっぱりそのタッチを短くする、はい、ということが重要ですね。フォローを、あまり出さないという形ですか。そうですね、はい、まあ、その辺も参考になる部分というのは非常に大きいですから、アマチュアの方々はもうビデオを見て本当に研究していただきたいというと、ね、まあ、とにかくエフレンが、まあ、とにかく球をこう立てるつきにくい球っていうのはもうピカイチですね。あ、スローももちろんハードになればなるほど飛ばす確率は高いんですけれども、はい、で体を動かさないでタッチを短くするというつき方をやっぱり、まあ、はい、ビデオを見ながら、はい、参考にすればいいんじゃないですかね。なるほど、ここも8番をポケットしまして9番にポジショニングです。うん、はい、3セットファーストラック目、ブトマット選手が取りました。これで 1-0 になりました。まあ、これはブレークをキープしたという形ですからね。そうですね、うん、まあ、1番外したんですけども、見えなくなりまして、そこから見える球が来て取り切ったという形ですね。そうですね、はい、これあと今回レフリーラックでやられてますけど、これ選手の方からしてみたらラックを組む組まないというのはやっぱりゲームの流れといいますか、こうリズム的なものというのはどうなんですかね。まあやっぱりラックはラックに自信のある選手がいるみたいなんですけどね、やっぱりラックはやっぱりレフリーが組んでもらうが自然ですよね、見てても。うん、そうですね、うん、まあラックも、まあ、これは意見が分かれるところなんですけども、僕はやっぱりラックで勝負する競技じゃないですからね、はい、ラックは技術だっていう人もいるんですけれども、まあ、基本的にはやはりレフリーにやっていただきたいですよね。そうですね、でやはりまあなかなか平等にはなりにくいんですけれども、はい、まあやっぱり平等であれば、はい、それが入ろうが入る前が、はい、うん、そうですね、エブレン選手のブレイクポケットしまして、このままプレーになります。取り出しの2番ですが、はい、入れて、今のこっちから見るとよく分かったんですけども、2番が今厚めいっぱいに入りましたよね、はい、でその分、白いボールが今ちょっと出なかった、出なかったという感じですね。はい、ここ大事なところですよね。うん、ファイナルセットですから、はい、でもまあ比較的簡単なクッションセーフティーが残ってるんですけれども、はい、まあ、レストですからね、うん、まあ、簡単に、はい、まあ、この辺はキックと呼ばれるプレーですかね。そうですね、だからまあまあでも今レストですからね、はい、まあ、だからまあナイスリカバリーですよね。うん、まあ、ああいうのは、中田プロが先ほど言われてたこうセーフティーの形といいますか、まあ、そうですね、そういうプレーですかね。そうですね、もうだからそれしか今のなんかはまあそれしかなかったんですけれども、はい、まあもうひらめてそのまま、うん、なるほど、でもまあこれはもうほとんどあの形からでは100点に近いですからね。はい、まるまる1個隠れてます。これジャンプでいくんですね。はい、あんまり見ないですからね、2人のジャンプ球っていうのはね、はい、あんまだから上手じゃないはずですよ、はい、やっぱ今なんかもう3番があってクッションから浮いてるということは、やはりクッションセーフティーが難しいんですよね、はいはい、もちろんクッションを当てること自体もやはりクッションの近くにある、うん、まあ、今でいう7番の位置にあるのと、はい、やっぱりこういうふうに空中に浮いてるのはもう全然やはり違うんですよね。なるほど、だからもうクッションセーフティーがないから近くジャンプで行って、まあ、入れに行ったというか、はい、まあわよくは手玉が4番と8番のまあ下側に来ればいいかなっていう感じですけれども、はい、うん、まあ、あんまり見たことないですから絶対上手なわけないんですよね。はい、
いや年間でいう隠れる打席数がやっぱり違うのでクッションセーフティーももう2人にしてみれば武器ですから、はい、あんまりジャンプをすることがあんまりないでしょうからね、まあ、もちろん練習はしてるんでしょうけど、まあ、よく、まあ、言うんですけど、まあ、年間のとにかく打席数が違うから僕も、はい、あのジャンプは下手なんだって言い訳をしてるんですけど、はい、はい、ここまで順調に来ています。うん、これで、まあ、レストからのセーフティー見事に決まって1-1になりますね。そうですよね。だからもう、ずっとこの試合通して言ってますけれども、結局、まあ、ミスはするんですよ、エフレンでもね。はい、ああやって厚めいっぱいから入るとか、薄めいっぱいから入るとか、ミスをするんですけれども、はい、そのミスをミスじゃないようにするのが、やはり、はい、結局、一流なのか、超一流なのか、はい、二流なのかっていうところで分かれてくるんですよね。なるほど。本当に引きずらないという部分でしょうね。うん、もちろんリカバリーする技術、はい、でもちろんそのミスはするんだと思って、うんうん、やっぱりそのミスしたことによって今隠れたことによって落胆するしてるようでもダメですしね、はい、そんなことでとにかく心が動いてるようではやっぱりここら辺の選手にはまあ絶対勝てないですよね。なるほど。ゲームカウントが 1-1、この第3セットも今 1-1 ですね。でブスタマンテ選手のブレイクです。まあ、非常に真剣な顔つきといいますか、まあ、ファイナルセットですかね。勝った方が決勝ですから、はい、そうですね、うん、まあ、決勝も、まあ、ソークエとかイモネンが来ても、まあ、自分たちの方が部がいいと思ってるはずですからね、この2人は、はい、もちろん分からないんですけどね、はい、分からないんだけれども、まあ、部がいいとは思ってるはずですから、まあ、お互いここが山場だと思ってるはずですから。そうですね、うん、まあ、エフレン選手に試合前に聞きましたら、やっぱりできれば決勝でこう当たりたかったっていうことは言ってましたね、うん、同じ国同士ですから。まあそうですね、はい、でもまあフィリピンって13人かぐらい残ってましたね、エントリーすごかったですからね、うん、13人ぐらい64決勝トーナメントに残ってましたから、はい、そりゃもうしょうがないですよね、はい、うん、これはちょっとと弾きがあれだったんですかね。まあ、まあ、そうですね、まあ問題ないですね、はい、はい、これも見事に決めてきてます。これもだから配置的にはこう薄くなると嫌な球なんですけどもね、はい、7番と、9番のところに9番がありますからね、はい、これちょっと薄くなりすぎたんじゃないですかね、はい、バックから構えてますが、あ、でもなんか、うん、今のはもう9番に軽く当ててという感じですね、 軽く当ててって感じですね、ここではどうですか7番と9番が、うん、だからコンビに出してない、出したくないんでやはり、はい、そうですね、6番をターン、手玉をターンの方に持ってきたいんですけど、はい、こういうのに来て、あ、これ手玉を、7と9の間に入れに行くか、チョークショーまで引き切るかっていうことですけど、はい、まあ、この形だったら、まあ、7と9の間に落としに行くでしょうね、はい、うん、これはもうそうですね、6番がうまいというよりもう5番から6番がうまかったっていうんですよね、はい、まあよく俗に言うこう3つ先までこう確認した上でのポジショニングって言われてますけども、はいはい、やっぱりそこが基本になりますか。まあ、そうですね、もうそれがこういうのも基本ですからね、はい、もちろん1番の時点で9番まで見るんですけれども、やはり3つ、今例えば2つ先だったら7番がまっすぐになってもいいんですけれども、やっぱり8番がこちらなので、はい、振って振りがないと8番にポジションできないわけですからね、はい、そうですね、
はい、この辺も綺麗にポケットしてきまして、9番にポジショニングもぴったりですね。これは見事なランナーですね。はい、これでゲームカウントが2対1になりました、ね。次はエフレン選手のブレイクになりますね。もうここまで来たら自分のブレイクの時は、落としたくないと言いますか、もう落としてはいけないゲームになりますね。まあ、取っていくってことですよね。はい、いやもちろんでもそこを意識しすぎて、まあ、大事に行き過ぎてもダメなんですけどね、うん、はい、まあ、だからやはり自分と戦う相手とじゃなく自分と戦って、はい、自分のできることを精一杯するという、まあ、ことでしょうね。もうここら辺のレベルになってくると、はい、今回のこの試合、2番ボールを一番後ろの、ひし形の一番後ろの部分につけるという、そうですね、そうですね、ゲーム進行上やはり2番がやっぱり一番下にあると、はい、やはりどうしてもあの確率の問題で、はい、早くなりますので、2番がやっぱりタンクッションにいるのと、1番がやっぱりどうしても、はい、ブスタモンではセンターまで来ますけど、はい、1番がやっぱりこの形がどうしてもやっぱり多いんですよね、はい、1番が入る確率ももちろん高いですし、はい、2番がやはり、向こう側のタンクッションにあるとどうしてもセーフティーになってゲームが遅くなるということ で、 あで2番を一番下にしとけばやはりどうしてもこっち帰ってきたりとか、うん、空中に浮いてることが多いので、はい、2番を下っていうふうにゲーム進行上してますね、はい。もうこれはもうできた配置になりますかね。そうですね、はい、だからこれはもう結局やっぱりアマチュアの選手なんかもやっぱり勉強するところが結局そんな思考してないですよね、はい、まあ、結局そのよく自分ができることをそのイメージの中でショットしてるからこういうふうに思うようにいくわけですよね、はい、うん、なるほど。どこをつかなきゃいけないとか、まあ、日本人の悪い癖なんですけどもね、はい、どこをつかなきゃいけないとかこの球はこういうふうにつかなきゃいけないとかじゃなく、うん、はい、もう普段やってることをそのまま身を任せる、うん、なるほど。考えなくても体が勝手にやりますからね、うん、それぐらいのレベルをあのアマチュアの上手な方でもみんなあるんですけどもね、はい、どこをつかなきゃいけないとか何を敷かなきゃいけないと か、はい、かどうしても考えすぎる部分が日本人は多いですね。なるほどね、これで2対2の、イブになりました。これビデオ見てても、画面見てても分かるんですけれども、はい、ブスタマウンデなんかもうどこついてるのかもう、ま、さっぱり分かんないですよね、はい、ね、まあ、真ん中なのかなと思ったら球を見るとひねってたりとかっていう場面が非常に多くありますよね、うん、これ会場も非常に大勢のファンが来ていただいてますけども、そうですね、朝早かったですけど徐々にあのお客さんも入ってきましたし、まあ、チケットは全部売れてるんですけれども、はい、でもこれだけの世界のトッププレイヤーが間近で見れるという場面がそうはないですからね。まあそうですね、はい、まあ、ここに来ていらっしゃる方は本当にもう熱心なあのビリヤードフリークといいますか、まあそうですね、まあ、やっぱり近くで見るっていうのを、ね、こうやってビデオでね見るっていうのも研究で大事なんですけど、やっぱり何ていうんですか、間近で、はい、臨場感をやっぱり緊張感を味わいながら、ね、やっぱり見るっていうのはやっぱ楽しいですよね。そうですね、うん、今グリップが映ってますけどこれは、はい、もう今のなんかはもう、マシンから当たってますよね、はい、手玉も中央付近にありますし、やっぱり今あの手首のスナップ映ってましたけどかなりこう軽くと言いますか、そうですね、とにかく、力が入らないようにああいうふうに振ってるんでしょうね、はい、なるほど。それでインパクトの瞬間に握り込むという形ですかね。握り込むというよりも力が、まあ、勝手に入ると言いますか、うん、なるほど。絶対にその握るっていうイメージをしなくても必ず、はい、あのインパクトの瞬間に力が入りますからね。なるほど。どちらかというともう別に本当に力を抜くぐらいで急
球を前に掘り出すぐらいのつもりでちょうどいいぐらいじゃないですかね、うん、なるほど。これを見られてる方はこうサマンテ選手はなんか特殊な球を使ってるんじゃないかというふうな見方をされる方もいらっしゃるかもしれないですけど、そんなことはないですよね。そうですね、ちょっと重いですけどね、ブサマンっていうのは、はい、エフレンは軽いの使ってますけど。なるほど。やっぱり重い球の方が強くこう割れやすいといいますか、パワーがあるっていうのはありますかね。重い球、まあ、それは触れれば触れるほどね、はい、あとは右腕の腕力と相談でしょうね、はい、だからいかに自分が球、もちろんバランスもありますし、球スピードが一番速くなる球、はい、だからやっぱりもちろんそこら辺もやっぱりいろんな球を使ってみて、はい、研究しなきゃダメですよ ね、 そうですね。でもナインボールを戦う上でやはりブレーク球は本当に大事ですから。最近いろんなメーカーでも本当にブレーク球専用球みたいな形もいろいろ出てきてますからね。そうですね、本当にやっぱりどん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 やっぱり道具も進化していってますから、はい、やはりブレーク自分がどういうブレーク球が合うのか、どういうタップが合うのかっていうことをやっぱり研究しないと、はい、なかなか研究してる人には勝てないですよね。うん、なるほどね。自分は何でもいいんだっていうふうに、まあ、言う人もいっぱいいますけどね、はい、まあ、そうじゃなくやっぱり何に対してもやっぱり そうですね、そういうことは思考した方がいいですよね、はい、イメージではなく。そうですね。まあゴルフなんかでもテニスなんかでもそうですけど、やっぱりもうどん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 道具が進化していってますからね。ビリヤードもやっぱりもうどん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 進化してきてますからね、はい。ここも綺麗にブレイクランナーとしそうです。うん、はい。今はもう本当に、少し途中で4番でしたが、はい、ポジションミス逆になったところがあったんですけれども、はい、まあ、その後ナイスリカバリーで、うん、まあ、お互いブレイクをキープしているという状態ですね。そうですね、はい、これで、3対2になりました。こうなるともう1回のミスが、ゲームを左右すると言っても過言ではない形になってきましたね。そうですね、もうなんかこう雰囲気的に、はい、ミスをした方がなんかこう負けるみたいな、はい、うん、もうミスしたら一気に走られそうな感じですよね。そうですね、エフレン選手のブレイクからスタートです。うん、ノーインですかね。ノーインですね、はい。しかし1番が8番に少し隠れてますね。うん、大事な球ですね。これをきちっと、はい、守れれば、はい、かなり有利になるところでしょうね、はい。ちょっと攻めるにはでも2番が穴前ですからね、はい、カット勝負しても、はい、あ、シュートアウトですね。本当は自分が行きたいんでしょうけどね、はい、もう時間がなかったんで、うん、もうしょうがなくシュートアウト、はい、イメージが湧かなかったんでしょうね、はい。まあ、同じようなところにこうプッシュアウトしまして、はい、まあ、エブレン選手の動向を見るという形ですよね、うん。本当は自分が行きたいんだけれども、まあ、ちょっとイメージセーフティーするにしても、はい、セーフティーするならまあこの5番に隠して蝶と蝶に分かれさせたりとかするんですけれども、はい、パスですかね、うん、パスですね。ちょっとイメージが湧かなかったんでしょうね、はい。で、時間を稼いでる間に、はい、多少エレンがパスするぐらいですからね、だからやっぱり難しいんでしょうね、こっちから見てるよりも、うん、はい。セーフティーに行きましたが、うん、まあ、3番ですか、はい、3番に隠しに行ったんですけれども、はい、やはり薄かったですよね。そうですね、もう丸々見えてしまってますね。これはどうしてももっと本当厚く当てていきたいんですけど、やっぱりどうしても8番が気になるので、はい、そうですね。ここのセーフティー、まあ、ミスと言っていいかどうかわからないですけども、取り切るとエフレン選手からしたらブレイクはやっぱりキープすることになりますからね。まあ、そうですね、はい。ちょっと薄かったですね2番は。これ問題ないですね、はい。
ただ5番が、6番と9番の方で、どっちも、コーナーが塞がってますから、はい、コンビで行くのか、サイドまで、そうですね、はい、サイド下まで出すのか、はい、まあ6番が比較的穴の前にあるので、はい、まあ、サイドにポジションしやすければサイドにポジションしたんでしょうけどね。ここもそうですね、サイドにポジションしそうですね、はい、まあ、今のも簡単についてますけど本当は難しいんですけどね、この力加減、はい、コース、厚く入っても薄く入ってもダメですし、はい、まあ、これら辺は本当にもう早いですよね、まあ、ある程度ここに出すここに出すというのが本当に決まってからこうついてるような形で早いですね。ちょっと今渋い表情しましたが、そうですね、はい、ちょっと強かったんですけど、ね、ちょっと強かったでしょうね、コースが、はい、まあコースが違ったんでしょうね、はい、まああんな突きかあの突き方でしたからね、伸び切って、はい、これのリカバリーはさすがです。はい、見事にドローショットで決めて綺麗に9番にポジショニングです。これで3対3になりました。もうお互いもうブレイクをキープしてるという形ですね。そうですね、だから今のもうちょっとだからエクステンション延長を使ってやっぱり考えたいところでしたね、はい、シュートアウトにしても、はい、攻めるにしても、はい、そうですね、ワンラックごとにエクステンションは1回使えるんですよね、うん、だから、やはりギリギリ2分の1には出る3番を1番を走らせるっていうことができなかったんでしょうね、薄く。なるほど、ラックをチェックしてブスタマンテ選手のブレイクになります。あ、ますます面白くなってきましたもんね。そうですね、これで。この手首の、非常に速いブレイクですね。もう今のもすごい、はい、これはやっぱりエフレンに対してもやっぱプレッシャーになりますよね、相手に対しても、ね、どういうに残るかっていうのはあるんですけれども、やはり確率の問題でテーブル上にあと6つしか残ってないわけですから、はい、隠れる可能性もかなりパーセンテージとしては減りますし、速度で言っても他の選手よりもかなり手玉速いスピードでしょうね。違いますよね、もう一番の動き方見てもやっぱプレッシャーになりますよね、はい、こうなると、はい、で自分はねエフレンさっきは入らなかったわけですからね。そうですね、もう綺麗にバンクショットで決めて、3番にポジショニングです。ここはもうコンビに狙いに行きますね。もうそうですね、楽に、だからもうこの結局ほとんどエネルギーを使わないで、そうですね、難なく4対3になってますからね、はい、これで4対3になりました。ナイス取り切りというよりも本当にナイスブレイクって感じですよね。ブレイクですね。まあ少しここはエブレン選手からしたらプレッシャーのかかるところですか。あ、そうです、もうだから、ここら辺はもう本当に考えてないと思いますよ。その一個一個確実に目の前のことをできることをしていくとか、セット数が4対3だから、まあ、じゃあ守ろうとか攻めようとかっていうのはもうないと思いますよね。もう一球入魂で一球一球と、ね、目の前の球でできる自分ができることを、はい、もうとにかく一生懸命すると、まあ、それでとにかく、シュートミスしてもポジションミスしても、はい、もうそれはそれだという勝負どころではありますけどね。なるほど、このブレイクは非常に重要になります。エブリンさっき入ってませんからね、はい、でもやっぱりああいうのを見てると力んだりとか余計なところで力が入ったりとかってしてしまうんですよね、はい、なるほど、
ブレイクです。いいブレイクなんですけどね、はい、やっぱこれもノーインですね。ノーインですね。まあレフリーが立ててますから、ラックの位置は何かっていうのも基本的には同じでしょうし、そうですね、だから、はい、もう本当にスピードの差でしょうね、これは、はい、これ映像で見てるとエフレン選手のブレイクは弱い風に映るかもしれないです。これは決してそういうことではなくエフレンはまあ普通ですよ ね、 ですよね、標準値よりちょっと上っていうぐらいなんでしょうけども、はい、でもエフレンはもう手玉のコントロールがピカイチですからね、ブレイクでも、はい、最初入ってたんですけども、やっぱ微妙に球が汚れてきたりとかすると、うん、はい、やはりブレークが変わってラックが変わってきますからね。なるほど、これはシュートアウトですね。これはやっぱ2回連続シュートアウトの攻防になってますから、はい、さっきなんかでもやっぱエフレンがやっぱりちゃんと難しいっていうことを判断して、はい、そのセーフティーの後自分がクッションセーフティーするにしてもこのセーフティーしかできないだろうということを予測して、はい、ちゃんとパスしてますよね、はい、ここもこれパスですね。パスですね。だからエフレンだから何でもできそうに思うんですけれども、はい、結局すべてあの瞬時に今30秒ぐらいですよね。30秒も考えない間に、パスしてますよね。はい、うん。これは今シュートしに狙いに。そうですね。はい、勝負に行きましたね。しかし惜しかったんですけども入らないでプレイヤーチェンジになります。ワンボール、そうですね、これはちょっと距離があるので、はい、まあエフレンの得意のやっぱり下のこの下の同点ですよね。うん、はい、2番から3番です。伸ばしてもうこうなると配置的にはどうですか。そうですね、問題ないですね、これもね、はい、まあ、この3番から4番にポジションできればもう、はい、でも振りももう問題ないですからね、まあ、勝負いったんですけどね、ブスター回ってね、うん、だから今のが入ってもこのラックを取れば、はい、と思ってやっぱ勝負いったんでしょうね、はい、マイフラインからしてみたらしっかりとキープができそうな形ですね、うん、まあ、そうですね、だからちゃんとまあ結局相手のことを考えてパスしてる、はい、うん、うん、やっぱりすべ、ね、あの瞬時にやっぱり全てのことを考えてやっぱちゃんとパスしてる、はい、行きたくなるところなんですけどね、はい、うん、エフリンしてみれば、でもやっぱり難しいからもうじゃあやってみろと、はい、いうところでやはりちゃんとミス、相手のミスを誘発して、はい、あの自分がやっぱりそのラックを取ってるっていうことにやっぱりまあ、うん、そうでしょうね、うん、まあ、自分が難しいと感じるのは当然相手も難しい、うん、そうなんですね、あれですからね、だからそこら辺はやっぱりまあさすがですよね、はい、でも難しいことなんですけどね、そうでしょうね、うん、35秒以内に判断しなきゃいけないわけですから、はい、ここも難なく綺麗にポジショニングしてきています。はい、これでゲームスコアが4対4の、うん、面白くなってきましたね、ありましたね、だから最初うまく説明でき、ま、できなかったですけれども、はい、だこれで、5対どっちかが5対4になって、はい、6対4になったらそのまま終わりなんですけれども、はい、もし5対5になった場合は、普通でしたらそれがまあ最後のラックになるんですけれども、はい、テニスと全く一緒で、はい、7対5じゃない限りは終わらない、2つ開かない限りは終わらない、デュースということですよね、その時点で、はい、なるほど、で、6対6になった場合にはタイブレークで、はい、そのまあこれでしたら6対6になったらその試合を決めるということになりますよね、はい、なるほど、これ選手によってはタイブレークに持ち込みたい、持ち込みたくない、多少その辺はありますか。いや、まあ、もう決めたいでしょうね、6対4で、6対4か7対5で決めたいでしょうからね、それは、はい、まあ、ブスタマンテはブレイクが当たってきてますから、そうですね、うん、このブレイクはどうでしょうか。
ポケットしました。これ一番はここまで帰ってきてますね。そうですね。これはぜひ、皆さんもビリヤード場でやられるとどのぐらいパワーがあるのかっていうのを非常に分かるところですかね。音だけでは分かんない部分が絶対にありますからね、はい、こんなことはありえないですからね、はい、そうだと穴の前にあって3番で隠れてるとか、はい、そういう感じなんですけど、うん、もうやはり強いようにフルショットしてるように見えないんですけどね、うん、やっぱり武器ですよね、こうやって毎回毎回入れば、はい、はい、ここはオンボールをきれいに入れてきて2番にポジショニングもできてますね、はい、これは隣に6番9番ありますけども、そうですね、これは6番4番と6番の間を通しに行くんでしょうね、こっちから見てるよりも9番と2番の間が空いてるんでしょうね、はい、ああ、うん、プレッシャーのかかるラックなんですけどもね、はい、今の1番も上手についてますし、そうですね、2番も上手についてますし、はい、またこれ4番から5番が左の、はい、タンクッション側にありますから、このやっぱ4番の振りがすごく大事ですよね、はい、熱くなってもダメですし、はい、やっぱこういう局面になってくるとやっぱあんまり薄くしもしたくないんですよね、失礼いたします、ご来場の皆様にご案内申し上げます、やっぱりなるべく手玉の距離をこう走らす距離を、長ければ長いほどやっぱり難しいという、ね、難しくなりますからね、はい、この辺はどうですか、まあ、自分の中ではまあちょっと強いんでしょうけども、まあやっぱり100点ですよね、はい、まあ、100点ではないですけど、まあ、はい、うん、OK ですよね、はい、でここからまた6番に戻さなくてはいけませんからね、よろしくお願いいたします、少し間を取りました、このまま、はい、もう少しあと球がそうですね2個ぐらい前だともう何の問題もないんですけど、やはり、はい、クッションに近いですからね、はいはい、まあ、ラフに入ってるもんですよね、ゴルフでいうと、なるほど、まあ、暑いですね、やっぱりこっち上から見ると余計、あ、ナイスですね、しっかりと出してきてますね、だからまあこのやっぱり煮詰まったところでね、はい、やっぱり素晴らしいですよ ね、このリズムも全く変わりませんし、はい、ちょっと弱いんじゃないかな、うん、なのでまあもちろんプレッシャー変わってますよね、そうですね、まあここのラックを取ると非常に勝利に近づきます、ん、ああ、うん、思わず苦笑いですね、今のも多分そうですね、はい、半ポイントぐらい違うはずですから、ね、まあ、危なかったですよね今の、はい、ブスタマンテ選手取りまして、これでゲームカウントが5対4になりました、これで次のラック取ればそのままブスタマンテ選手の勝利になるわけですね、勝ちですね、だからもう、はい、はい、ブスタマンテがもうこのまま、エフレンが勝つためにはもうあと3つ連続で取らないと、そうですね、うん、勝ちはないわけですよね、はい、でこの時点でまあちょっとホッとしますよね、はい、まあ、ホッとはしてないか、うん、エフレンはまあ非常に重要なブレイクで、ね、またうーん、はい、2回連続入らなかった、はい、右から、うん、まあ、画面でいう下からブレイクするのか、はい、そうですね、ブレイクの位置を変えるのか、はい、どうでしょうかね、まあ、非常に硬い表情で、うん、そうですね、右から行くみたいですね、はい、からですね、あくまでもワンボールをサイドに狙いに行くと、はい、うーん、ここも多いんですね、多いんで、これ3番9番がコンビでいけそうな感じですからね、はい、これ見えてますね、うーん、まあ、やっぱ距離がありますから、まあ、簡単ではないですけどね、はい、
しかも4番がタンクッションにあるので、はい、そのまま押していくと、どうするでしょう。厚みを確認してみます、コビも簡単じゃないですね、こっちから見てる分には、はい、相当薄いですね。イメージが湧かなかったんでしょうね、はい、どうしても4番に当たるという、はい、イメージで、やっぱり引き切れなかったんでしょうね。なるほど。ちょっとこれミスですね、はい、もう少しやっぱり完璧にしたかったですね。これはエフレン選手はまたセーフティーで返す、そうですね、もう、全部見えてますから、はい、これはもう狙い通りですか。そうですね、だから、1番を、はい、4番に隠して、でもちろん、手玉はサイドポケットの向こうに入れに行ったんですけれども、はい、手前に入りましたけどね、まあ、スクラッチ危なかったんですけど、はい、まあ、非常に高度な、はい、セーフティーですよね。なるほど。で、1番があそこに止まってなきゃいけないわけですから、はい、これは1番見えてるんですかね。これ見ちょっとそうですね、見えてますね、これはい、これはカーブをちょっと刺して、はい、これも多少見えてますかね。ただどちらにしても距離がずっとこうありますからね、簡単なセーフティーはないですよね、はい、見えてますね、これは、はい、これも球に当てて隠すと。あ、5番に手玉、あれは5番をかわして、そうですね、だから少し1番に対して厚かったんですよね、はい、厚かったんですかね。これどうですか、少しやっぱエフレン選手らしくない部分も、いや、まあ、難しかったですか。難しいですからね、全部今のセーフティーはやっぱりお互いどっちも難しかったですからね、はい、全部2球ずつ、これは比較的簡単なのでやっぱりちゃんと決めたいですよね。これもちょっと強いね、はい、これもミスですね。これは今のも1番に対して厚すぎましたね、はい、本来であれば9番のところ裏で手玉が、はい、2号の中で隠れるという形ですよね。2号6、8がありますからね、はい、すごく壁になってるんですけども、ここはどういきますかね。1番ボールを、ラッキーっていうところですか。もう今のはもう 100% 攻めにいってますからね。そうですよね、ラッキーですけど、まあでもこれもうセーフティー、ね、簡単じゃないですね、はい、まあ、舐めにいって3番の裏、はい、攻めに行きましたね。あれ今のは攻めましたね。今バンクでサイドに行ったんですかね。サイド行きましたね。今相当攻めましたね、はい、でも手玉を多分ダンクッションに残す自信があったんでしょうけど、多分手玉が今全然違ったんでしょうね、はいはい、出てきちゃいましたからね。セーフティーして3番の裏に隠す確率よりもこっちの方が高かったんでしょうけど、はい、強い強い。こうなるとブスタマンテからしてみたらもうテーブルは出したくないですね。もうそうですね、これはまあ大丈夫でしょうね。5番がちょっと注文がついてますけど、はい、7番があそこですからね、はい、行きましたねエフレン。でもあそこはやっぱりちょっとしたこう流れをもう一気に行きたいっていう部分でしょうかね、だからアンドセーフに自信があったんでしょうけれども、はい、まあ、手玉が多分全然違ったんでしょうね。なるほどね、まあ、全然熱かったですもんね、熱いもね、はい、まあ、ここは少し嫌なところですが、
ここはどうですか。もう問題なくいってますね。す、はい、全然どこもポジションミスしてませんね、はい。列車がかかるような力加減とか、はい、うん、ショットとかがないですからね、うん、この力加減もまあ非常にまあ入れるのはもちろん難しいんですけど、力加減は楽ですからね、はい。まあ、これはもうブサマンテ選手の勝利って言ってももう大丈夫ですよね、はい、ナイスですね、ナイスゲームですね、はい、これは。総評としては永田プロどうでしたか。まあ、もちろん世界最高のレベルですから、はい、まあ、もちろんもうナイスゲームでしたね。やっぱりお互いのクッションセーフティーももうふんだんに出ましたから、うん、そうですね。決勝も楽しみになりましたね。まあ、決勝はすごく良かったですから、はい、まあ、ブサマンテ今年調子いいですからね、はい、まあ、調子いいブサマンテが、まあ、エフレンを下したというところだと思います、はい、この後決勝になります。永田プロありがとうございました。ありがとうございました。